SBB は、1971年にウエシレジアのシェミアノビツェで結成された、ポーランドのプログレッシブロックバンドである。マルチインストゥルメンタリスト、ケンボーカリストのヨゼフスクシェク、若いギター奏者のアポストリス・アンティモス、ドラマーのイエジ・ピオトロフスキ、サウンドエンジニアのグジェモルツ・マニエツキで構成されていた。1970年代にポーランドとヨーロッパで、最も人気のある、 スーパーグループの一つであった。1971年から1973年末まで SBB はチェスワフビドジ付きをサポートするニエメンとして演奏した。グループのニエメンとして彼らはヨアキム、エルンスとベレントがオーガナイズするロックジャズナウという1972年ミュンヘンオリンピックのオープニングショーで演奏し、その後ジャック・ブルースのツアーに同行している。 ニューヘンで CBS レコードインターナショナルから2枚の LP を録音し、ラインハルトマックとの長期にわたる友情と協力をスタートした。ラインハルトの息子であるジュリアン・マックは2005年に SBB のアルバムニューセンチュリーで演奏している。SBB とニエメンの協力は5枚のアルバムで発表された。このバンドはプログレッシブロックとジャズロックの先駆者の一つであり、 多くの影響力のあるジャズミュージシャンを引きつけた。トランペッターのアンドジェプルジェビエルスキとサックス奏者でバスクラリネット奏者のトマシュシュカルスキは SBB との長期にわたる関係を築いた。このグループはチェコスロバキア、東西ドイツ、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ハンガリー、オーストリア、スイス、オランダ、ベルギーを定期的にツアーした。 1978年 SBB はオルトアワードでゴーデン・ジーズ・ワルウットを受賞した。バンドはポーランドで戒厳令が発行するちょうど13ヶ月前の1980年に解散した。ヨゼフ・スクシェクとトマシュ・シュカルスキとバンドの技術クルーはヨゼフ・スクシェク・トマシュ、シュカルスキお及びヨゼフ・スクシェク・フォーメーションとしてポーランドで 会厳令が導入される11ヶ月前に、制作された予言的な映画、ザ・ワールド・オブ・ウォーズ・ネクストセンチュリーに参加した。会厳令の発足後、アポストリス・アンティモスは、ジャズトランペッターであるトーマス・スタンコやギリシャの、ジョージ・ダララスのバンドに加わり、イエジ・ピオトルフスキは、コンビ、ヤング・パワー、カ・ショック、マルティナ・ジャグビー・ウィッツ、スタニスロー・ソイカといった、 様々なミュージシャンのバンドに加わった。ヨゼフ・スクシェクは、主に教会で、オルガン音楽を演奏した。SBB は、ポーランドで、旧国軍事会議が戒厳令を停止した後、1991年、1993年、1998年、最終的に2000年に一時的に活動を再開している。再始動後、SBB は、 アメリカ合衆国とロシアにて短期ツアーを行い2006年メキシコのメヒカリで開催されたバハブログフェスティバルのハイライトとしてパフォーマンスした2016年からマイケル・ウルバニアクがバンドのサポートを開始したありがとうございます